森博蔵、森博史蔵は日本の実業家。台湾銀行東取等を経て安田保全社理事に就任。昭和初期に安田財閥の最高経営者として組織、人事の再編成を行った。東京銀行集会所会長、経団連副会長等も務めた。1873年2月24日に鳥取市本町の商家に生まれる。 東京の奥田義人特許局長の玄関番となり、特許局で働きながら予備校で学んで、東京高等商業学校に入学すると、旧半主による奨学金、寄宿舎に頼りながら銀行家を目指して学ぶ。1897年7月に卒業すると、高橋小木予服取の口添えで横浜商金銀行に就職した。百九十八年三月から、 上海支店に勤務し、1905年春に満州の牛倉支店副支配人となった。日露戦争中は銀貨を収集して、満州の戦場へ軍用金を送達し、終戦後は軍票回収に当たった。1907年秋に帰国すると、本店支配人、つつ平吉の欧米視察に随行した。その後、神戸支店副支配人、ロンドン支店副支配人、 神戸支店支配人、本店支配人を経て、1922年3月に取締役に就任した。当時台湾銀行は、鈴木商店の基幹銀行となっていて、戦後強行、軍縮、海運不況、関東大震災、大豆取引失敗、対外為替相場崩落で、鈴木商店が経営難になると、台湾銀行がどんどん融資して援助したが、 その融資が固定化して台湾銀行の資金繰りが困難になっていった。1922年には台湾銀行の貸し出しの3割が鈴木商店になった。日本銀行総裁井上淳之助と高橋惠清は台湾銀行経営改善のために1923年3月に森弘造を台湾銀行の副頭取に据えた。 森は1925年8月に、頭取になると、金子直吉を鈴木商店の経営から排除して、学卒派の高畑誠一に経営再建を託そうと、するが、鈴木商店の金子派が猛反対したので、実現しなかった。1926年には、台湾銀行の貸し出しの6割以上が、鈴木商店になった。 1927年3月に金融強行が始まると、三井銀行からのコールマネーの供給がなくなり、台湾銀行は資金繰りに行き詰まり、日本銀行の緊急融資も拒否されて、鈴木商店への貸し出しを中止したので、4月に鈴木商店が倒産した。その影響で台湾銀行も破綻したので8月に隕石辞任し、それから1年半は無職となり、 無料を囲った。井上淳之助と高橋惚歴世に推薦されて、1929年に結城豊太郎の公認として、安田保全社理事と安田銀行副頭取に就任して、実質的に安田財閥の最高経営者になった。恩恵な性格なので、安田家や叩き上げの万頭たちの意見を尊重し、財閥内部の融和に努めた。 経営では安田善次郎以来の金融一行主義を遵守した。他より遅れて工業部門に進出するのは不利だと考え、工業部門の経営を担う人材が安田財閥にはいないと考えたからである。また、銀行、信託それぞれの部門に分権して自主経営をさせた。昭和初期に安田銀行は預金減少と浅野財閥への貸し金の固定化と、 収益減少に苦しみ、財閥全体の業績がひどく悪化していたが、学卒者たちが、組織的な預金獲得や、経営合理化を行い、交差化を新設して、固定貸し出し先の調査と、長期回収計画の立案と、不良貸し出し先の再建を行って、安田銀行の業績を著しく改善した。その結果、1937年には、安田財閥は金融業では、 三井財閥、三菱財閥、住友財閥を上回った。森広像による安田財閥の組織、人事の再編成は戦後の不養グループ発展の基礎になった。東京手形交換処理事長の座を三井財閥の菊本と争って手に入れた。前日銀総裁度方を尻目に日本銀行参与に就任した。東京銀行集会所会長、経団連副会長。 日本経済連盟会場無理事等も務めた。1940年安田保全社総無理事。俳句は、総称格と言われ、諏訪神社では、上密大の夏の姿や諏訪の森、社中では、シナノロや、アルプス高く埋めこなせるの、川中島古戦場では、更進の戦の跡や草い切れという句を詠んだ。ありがとうございます。